三年 Z 組銀髪先生、じゃあ最後に20周年でやることを決めたいと思います。お前ら好きなの選んでいいぞ。え、アニメ化って書いてない？何？聞いてないよ。つうかお前は誰？なんで俺はここに座ってんの？まずこれね、みんなでキツネダンス流行ったよね。先生やっぱり流行りに乗っかるのが一番だと思うわけよ。いやいや、流行りってもう完全に乗り遅れてるよ。はい、で次スパイとか呪術師とかに転職。もういい加減よろずやとかいう地味な設定にも飽きられてるじゃん。絶対ネタ広がらないじゃん。おい、何ぶっちゃけてんだよ。つかそれどうでもいいからアニメ化って何なんだよ。まあ決め台詞も必要だな。ブラボーとかパワーとか分かりやすいのがいいな。知らんけど。はい、じゃあまあこんな感じで。おい、何一番大事なとこスルーして終わらせようとしてんだよ。でまたアニメやるとして、それえ、もしかしてお前が。じゃあこの俺、銀八先生のアニメ化に決定しまーす。マジでかー。つうことでお前ら全員、続報を待ちながら廊下に立ってなさい。え？俺の出番は？